えー、こんんにちはは吉田さん、まあ、借金 6, 万ってのすすごいでねそれでいて8万とか10万とかっていうね小刻みな話をしているところが、まあ、なかなか何とも言えないところですけども何と言いますかねやっぱり腹がくれてないからこそ借金が6,000万になってもまだこんなことになってるんじゃないかなとも思うところもあるしただまあねその本人さんにはあーなかなかいかんともし方ない事情があるのかなと思いますね。うん まあでも前回もお話ししましたけども、まあ、あの人間というのは事情の塊ですからねいろんな事情があってそれを他の人と語分でやるために数値化する事情を数値化したものがお金であると言えるのかなと思いますだから身分の差とか実力の差を埋めるものは全てねお金にするとすごくシンプルになるんじゃないかなと思うんですようんまあ何かねこれはね何でもかんでもお金で済ませようってことじゃないんですけどもお金以外で解決しようと思ったらむちゃくちゃ難しいんですよね だから一番簡単に事を解決しようと思ったら、まあ、お金にするのがいいのかなと要するにいろんなものを形を変えて共通の概念にしたものが、まあ、お金ってものですからね、うん。お金っていうのは食料も買えるし時間の節約もできるし人に働いてもらうこともできるし、うん、例えばねゴッホのひまわりみたいなほとんど頼んでもくれないようなものでもお金を積めばくれるみたいなこともあって、まあ、シンプルに。 お金で解決していきましょうっていう共通のルールがこの世の中にあるのかなと思うんですよね。まあ、ただあんまりこれを言うとね、またひどい人みたいなことになっちゃうんで、うんあまり言いたくはないんだけども、でも真実ってのは、いつもね、えー、口に甘いものじゃなくて、こすっ辛いものなんでしょうね。まあ、それでね、前回、えー、別のところでもお話ししたんですけども、あの大江千里さんっていらっしゃるのを覚えてます、よ、谷さん。あカッコ悪い振られ方みたいなね。 あとは、車の CM でね、鈴木のカルタスっていう車があったんですけども、カルタス千里っていうね、キャッチコピーで CM やってたりしたんですけども、大江千里さんっていうのは眼鏡をかけたシンガーソングライターで、あの、大江千里さんのおかげで黒縁眼鏡が流行ったと言ってもいいんじゃないかなっていうぐらいね、まあ,あの、若い方に人気だった方ですよね。今40代か50代くらいだと思うんですよ。で、その方がね、今アメリカからミュージシャン活動しながら、あの、アメリカのラーメンって1杯2200円らしいんですよえ。普通のラーメンが。で えー、5ドルぐらいではサンドイッチ1つも買えないとか言ってましたねでそれが生活が苦しいってんじゃなくてそういう暮らしをしながら日本の物価を見てたらおいみんな大丈夫かというふうに心配してるとこだっていうことなんですよ。日本ではラーメンが1,000円を超えることはめったにないし何だったら500円600円のラーメンもある。でランチなんてのは500円未満とかね300円とかそんな金額でみんなねあのサラリーマンの方がやっているっていうのを聞いてどうなっちゃってるのかなと。 それはね、300円、500円しかランチに使えないサラリーマンの悲しさってことじゃないんですよ。300円のものであろうとも、500円のものであろうとも、それを作っている人がいるっていうことに目を向けてるんですよね。つまり、正当な対価を受け入れられてないんじゃないかなってことなんですよ。確かに、300円の弁当とか500円のランチなんてのを食わせるところでは、うん、言ってみればね、高い教育レベルとか高い時給なんて払えてないと思うんですよ。うん、で、仕入れ材料もね、原材料も、 うん、安いものを選ばざるを得ないといけないんで、まあ、有害なものに近くなってくるのかなと品質管理なんてのは2の次それはねやっぱ本んとによく考えていて、うん、だからあの前回別の動画であの手取り14万みたいな話したじゃないですか手取り14万の人は14万でやりくりしなくちゃいけないから安いものになりがちだっていうこととプラスねあの手取り14万の人も込みで 働いてる人の給料の単価が安くならざるを得ないっていう現実がこの日本にあってそれがまあデフレの根幹を成していたりとかねあの二極化をさらに加速させたりとかやってるわけなんですよ。うん、でまあ吉田さんはね、あのー、どっちかっていうと単価を上げる方向に持っていってなかなかセンスがいいなと思いましたし私もね、えー、店をやってるときとか会社をやってるときってとにかくね低単価なものを扱ってたんですよ。 うん、それはいろんな事情があるんですけどもひとえに高いものを売るスキルが、まあ、自分も込みで従業員になかったからなんですよねだから何百円とか何千円ってもののやり取りしてましたけどもまあでも不動産を扱うとなると私もねあの数千万数億円ってものに、えーまあ、契約をしたりとかね、えー、見積もりを取ったりとかっていう世界だったんで、まあ、どっちの数値に慣れていくかなっていうとこなんですよね。あのーまあ、生活経費も 今は、ね、もう割とでっかくまとまっちゃってるんですよね。電気代はねなんかね2万円ぐらいになった3万円ぐらいかかってたのが2万円ぐらいになったり携帯代も3万円ぐらいかかってたものが今はとてもね3万円もかかってないですからどんどんこう絞れるようになってきたのと反比例して食費っていうね本当に大事だなと私が思ってるものは月間で15万ぐらい使ってるんですよね食費。なんんかちょっとと使いすすぎだろうと思う思ででけどももまあでもね数年前 30代の頃って私も食費毎月ねやっぱり100万ぐらい出てましたからね食費がバカでしょ街、うんまあのほうが毎日毎日あのー、まあねお酒を飲みに行くとそれはだから飲食という中の飲,なんか、ね、飲む方にお金がかかっちゃったってことなんですけども、うん、じゃあそれがね今何か自分の材料を作ってるかって言ったら全く作ってないんですよね むしろお金をかけるべきなのは食だったということでもあるんですけどもなんかねその生活コストっていうのを今ぐるっと見た時に我が家は割とコストをかけてるなっていうか私個人的にもう昔から食べるものにもう糸目をつかずにっていうところなんですよね所得がない時っていうのはなんか激安スーパーとか巡ったりしてましたけどもそれもねまあ2年か3年ぐらいのことで本当にまあその時だけ仕方なくみたいなとこだったかなと思うんですよ。 えーとね、大江千里さんの話戻しますと大江千里さん2,200円のラーメンを食べながら日本のお低価格の食品についてすごく心配されてるのは先進国の中でねそんなね500円以下で一食食べようなんて国は日本ぐらいしかじゃないぞみたいなすでに中国もそうだし韓国にも抜かれてるわけなんですよそう考えたらいかにね日本人がこれから力入れて高い価値のものを作っていく。 ことができるかどうかっていうのにかかってるんですよね。もともと日本人の付加価値っていうのは高かったわけですから。それもそんなに昔のことじゃなくてね。本当昭和あの30年とか40年、うん、それから平成に入るギリギリ直前までだから昭和生まれの底力っていうのはまさにそこにあったのかなと思うんですよ。ま、あそれからね。まあ、生まれた人のせいとか時代のせいにするわけじゃないんですけども。現象としてあの平成の？ まあ生産力っっってのめちちちゃ弱くなっちゃゃくく弱なたんですよねで令和っていうのはまだ分かりませんけどもとりあえず明るるくなる兆しはないと、うん、だから昭和みたいに何もない時代からあそれこそインターネットもないし道路も鉄道も、うん、飛行機もろくに飛んでない時代っていうのはものすごくね経済成長したのにものが揃い出したら今度は経済成長しなくなったというね。うん、で、えー、まあ世界を見ると。 本当に物が揃い出したらもう付加価値は生みないのかなと思ったらそうででななくくてむちゃくちゃゃんでるわけですよねうんなかなかね厳しい世の中が待ってるなと思う中で借金6,000万っていうのはもうすごくインパクトをね持って私の前に出てきたテーマなんですけどもでも逆に言うと6,000万円のどっかにね消費を起こしてるってことなんで誰か6,000万円分ねやっぱ助かってるんでしょうねきっとねうんだから何が言いたいかというと借金は必ずしも悪じゃないと。 借金をしたってことは誰かの消費にものすごくね寄与して誰かを金持ちにしてあげたってこともあると思うんですよ。最もうんビジネス的にう,んうまくいってないっていうのは借金もしてない状態じゃないですかね。消費を起こしてないわけですから。それこそプライマリーバランスのクルーではないですけども毎月毎月15万円を収入として出てる中で15万円しか使ってないっていうのはものすごくねあの経済的な寄与っていうのは小さくて、えー、切り詰めたりとかね節約したりとか。 使いましたりとかして、消費活動をものすごく停滞させるんじゃないかなと。もちろん、うん、消費税の額も率は高くてもね、額もそんなに上がってないし、えー、それをね全部抜本的に解決しないといけないんじゃないかなと思うんですよ。まあそのためにまあ情報発信っていうのはものすごくうってつけですよね。コストかかんないし、それからあの百人いたら百通りの知恵や経験がありますから、うん、まあそれがねあの元気に変わるってことなんで。 あのですかね、顔出しするしないみたいな問題じゃなくてね、えー、どんどん出ていってもらいたいですよね、えー、きっとあなんか自分は顔出し苦手なんだよねとかね自分がなんか自分の経験とかね知識をお金にするなんてっていう人がいるからやっった人が勝っちゃうんですよねだから本来はえー、そんなことでお金もらえんのみたいな感じで過等競争が始まるはずなんですよでもいまだに過当競争は始まらずに高付加価値をつけてもちゃんと売れるというねそんなことがありますよね。 なんかその情報発信ってものすごく粗りが高いのにものすごく高い金額で売れるんですよねそう考えたら今のね物販とか飲食っていうのは苦労して手間かけてリスクをかけてものすごく粗りが薄いというふうに言わざるを得ないんでそろそろねその辺の利剤もどんどん取っていってもいいんじゃないかなともっとじ飲食っていうのは特に粗利をね9割とかかけていっても全然いいんじゃないかなとか思っちゃいますよね 大江千里さんね、あのー、2200円のラーメン日本人に少しはメッセージとし通じて届いたんじゃないかなと思うんですよ結構いろんなところでシェアされてましたからね、うん、まあラーメン2200円大江千里ラーメン2200円でいきましょう